心理学を面白く楽しく、ま、理解をしていく、学んでいくためのチャンネルです。動物占いはですね、動物キャラ、個性を動物のキャラクターに例え12分類、狼、小鹿、猿、チーター、黒ヒョウ、ライオン、トラ、タヌキ、コアラ、ゾウ、羊、ペガサスですね。これをさらに、ね、個性心理学は60分類に細分化、そして本質キャラ60、表面12キャラ、意思12キャラ、希望12キャラ、レール10種かけて1,36,800通り、まあ実際運気も入れるとこれに男女があるのかける2になるので約200万通りの中から皆さんの個性の傾向可能性をまあ紐解き、そして自分自身、自分らしさって何なのかということをまあ気づき、そして皆さんの大切なご家族、友人、知人とかね、さまざまそういった方々のそういった個性の違い、価値観の違い、考え方の違い、やり方の違い、さまざまな違いを否定せずに、さまざまな違いを認めて受け入れる、肯定して認めて受け入れて許していく、そういった心の在り方につなげていく、そのためのヒントとしてですね、まあ皆さんに情報提供していくチャンネルになります。ということで今日の内容どうぞ。どうも柴犬です。はい、小鹿さんは〇〇が嫌いと、〇〇これ2文字じゃないですよ、自分で言っちゃうんで。さらに〇〇美と〇〇美とっておかしいですよね。ラピュタ美とはすいません、ジブリ系大好きなのでね、何美とラピュタ美とがすごい頭に浮かんでしまったんですけども、ルシータ、トゥエルウルラピュタとかねなんでそれのルシータが本名を知っている。ムスカはロムスカ、あ違うな、ムスカ、ムスカだからロムスカ、ロムスカパロウルラピュタでしたけど、ね、そんなどうでもいいんですけど周りがね、ラピュタとかナウシカとかのセリフ大体覚えてしまってるぐらい見ている自分、まあ、それもねリズム話をしようんですけど、リズム対応の子供っぽさとかな、なから来るのか。まあでもね、やっぱラプテゴは私は大好きですね、自分ね。やっぱりそのペガサスもあるからですね、まあ、空に憧れるというか飛ぶっていうことがに憧れるんでしょうね。ほらまたそこから話脱線しますが、それはまた今度別の動画で話したいなと思います。はい、小鹿さんは何々が嫌い、今何々美と結論言っちゃいますってね、結論言います。あ、前回だいぶ前で私が言わなくなった言葉、私が使わなくなった言葉っていうような動画があります。そこで私はありがとうぐらいないとか、気持ち入ってねえなっていうふうな、それを無意識で喋ってたけども、それを言わなくなったよと。私の中での黒ひょうなキャラクターが、そうじゃなくてさ、ねえなくてさっていうようなことは無意識で言ってたけども、それを無意識して言わなくなったとか、個性心理学とは違うけども、疲れたとかいうことも言わなくなった。そして、頑張りますも言わなくなった。でも逆に有用になったこと、それが実は今言った結論から言います。そう、月のマークの人って思いを伝えたいし、その流れ順序立てでというか、順序立てストーリーで喋りたいので、今日さ学校でさこういうことでさああいうことでさって延々とその順番で喋っていく、そのストーリーを喋って結論最後、でもその途中でズバッと切られる、何言いたい、いきなり結論に行かなかったままなので、ん、何言いたいか忘れたみたいな。でもまた話戻して、そう、やっぱりね、人の何を聞きたいか、アーストさんの方々のために結論から言うっていうことを自分に決めて、そして結論から言うを意識して、だから結論から言いますっていうような言葉を言うようになったら、もうある意味こうやってやってると大体言いますよ、結論から言います。これ無意識なんですよ。あ、一瞬意識してるかもしれないけど、ほぼほぼこれが当たり前になりました。そう、なので言いますよ、結論から言います。小鹿さんは怖い人が嫌いです。怖い人大嫌いです。声を荒げる人、大嫌いです。大嫌い。そういう人無理。そういう人がいると無理。うちの娘もね、小鹿さんのキャラクターが入るので、あの人怖いみたいな感じでバイト先で、ね、無理みたいな。もうあの人がいるだけでみたいなね話をしていますが、そう、怖い人が嫌いです。小鹿さんは赤ちゃんに例えられます。みんなが、ね、優しく接してくれるような。赤ちゃんに怒る人います？いますよ。親がいて怒るの。赤ちゃんの、そのちっちゃい時、本当の赤ちゃんの時は怒らないかもしれない。ある程度、ね、ある程度になってきたら、もう、自分の、ああ、痛いだ、なんだよ、みたいな、いつないで、みたいな、そういうことで、まあ、って怒っちゃいますけど、嫌い、大嫌いです。怖い人、大嫌い。声荒げる人、大嫌い。大きい声出す人、嫌い。ここでです。
別の動画にした方がいいのかなと思いますけども、このキャラクターとライオンさんとかトラさんとかタヌキさんはまだそこまでもいかないかな、クロヒョウさんとか怖いっていうわけじゃないけどコアラさんとか、まあ、全部動画はあるんですよ。でも小鹿さんのキャラクターを持ちながら自分の中でこういったキャラクターを持っている人って自分で小鹿さんを怒ってませんか、叱ってませんか、めちゃめちゃ自分の弱点ウィークポイントだと思ってませんかと。これってきついですよね。要は自分の中の自分の個性を自分が否定しているっていう、自分が否定的に見ているという、いや自分は自分に優しくしてないってことですね。自分の小鹿さんを自分で攻撃してる、自分一人の人間の中でいじめをしていることってあるんじゃないかなってことなんですよね、うん、だからよりこの小鹿さんとこういったキャラクターを持ってる人は自分に厳しくなるというか、自分自身をこうね、こう厳しく厳しく厳しくやって辛くなってしまうとかっていうことがあるんだろうなって思うんですよね。まあ私はいつもねこの特に小鹿さんとは、まあ、私のご師匠さんもこうでしたからね、うん、そして、まあ、清原和博も実はこれとこれを合わせ持つような人だから厳しく厳しく厳しく、だからこのキャラクター小鹿さんのキャラクターがあるならばどこかで自信を持ちきれないというか、どこかでやっぱり自信がない、だからまた頑張る、だからまた努力する、その厳しさでもこれがあるってことはめちゃめちゃ本当は寂しがりや、うん、でもこれがこのライオンのプライドが助けの手、ね、伸ばしてもらう、確か桑田正美が小鹿さんだと思うんですけどね、小鹿さんに助けるよ、いやそれいらないみたいな、だから私の話はその実条件上とか、だからそれに何かいろいろ見てなんかそういうふうなイメージで、ね、そうだったのかみたいなね、読んだ記憶があるので、要は自分を許しきれてなかった、自分を認めきれてなかった、でもこの自分もこの自分もどれも全部自分の中の一部であり、全部だったら全部それで明らかに認めて受け入れて許してあげて自分に優しく、だから怖い人は自分に優しくないんですよ、自分のことを認めてない許してない、だから他人にも厳しくする、うん、だから人に厳しい人は自分に厳しい人、うん、人を責める人は自分を責める人なんだよな、私はもう自分、過去は自分、めちゃめちゃ自分を責めてましたけどね、最近はあまり責めなくなりました、ただめちゃめちゃストレスフリーっていうね、ゼロじゃないですよ、でもそれぐらいやっぱり自分に対してのストレスもないし人に対するストレスも激減しましたよね、それやっぱり日々いろんな個性の人と、そしていろんな個性をねこう認め受け入れ許すということをいつでも常に意識してるから、はい、なので実は怖い人も嫌いというよりも本当の今日のテーマはこっちのキャラクターと一緒に、この小鹿さんと何かこういったネットライドの高いキャラクターとか負けるの大嫌いとかっていうふうなキャラクターとかそういうのを持ってると自分の中の小鹿さんをいじめたりしてませんかと、自分にめちゃめちゃリアルな声ではないけども耳に聞こえない大きな声で叱ってないか、うん、こういうことをですね自分の中で怒ってるなら、まずはこう一番こう弱いのが弱いっていう表現がいいかわかんないですけども、そういったところをちゃんとしっかり認めて受け入れて許してあげること、そこから始まらない、そこからスタートしないとなかなかこう変わっていかないというかかなということで、ね、テーマは小鹿さんを丸々が嫌いっていうことでねスタートしましたが、実はこういうふうなキャラクターの組み合わせとして自分の悩みが生まれていたりとかね、うん、許せない思い作ってしまってないかなという一旦、まあ、あれ自分レポートどこ見ても小鹿さんないんですが、でもなんかそういう気がしますという方は一旦ね、一旦というか一回私のちょっとマニアックな読み解き紐解きを、ね、受けていただけると、やっぱりやった、やっぱり自分にそういう部分あるんだと認識して、そしてそこから認めること、受け入れること、許していくことをですね、まあ、スタートして見ていただけたらいいのかなということで。